最大要因は米国の急激な利上げであれば、 JP モルガンチェース利益創出能力から見積もれる企業価値はいくらになるか。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は JP モルガンチェース株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論上がるというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、JP モルガンチェースですけれども、創業者は誰かと言った時にですね、金融王というふうに呼ばれたジョン・ピアポント・モルガンということで、略して JP モルガンということですね。はい、そして、JP モルガン&カンパニー、これが創業者が作った会社ということになるわけですけれども、今から約100年近く前の1929年ですね、世界恐慌が起きた時に、この会社はですね、2つに分割されています。はい、すなわちですね、商業銀行、いわゆる日本でいう銀行です。はい、だから預金者からお金を預かって、例えば企業とかにお金を貸し付ける。いわゆる日本でいう銀行は、アメリカでは商業銀行というふうに分類されているわけですよね。で、これが JP モルガンということです。はい、で、投資銀行っていうのは、日本にはですね、投資銀行っていう純粋なものはないんですけれども、これはですね、例えば商業銀行は、はっきり言ったら金融業界の中で間接金融を担当してるんですよね。要するに、預金者からお金を預かって、預かってるお金を貸し付けるので、だから企業からすると間接的にお金を出してもらってるってことです。はい、だから預金者から直接お金を出してもらってるんじゃなくて、預金者のお金を銀行が預かっていて、預かってるお金を銀行が企業に貸してるということですよね。企業からしたら間接的に預金者から銀行経由で間接的にお金を借りてるということですよね。だから商業銀行っていうのは金融業界でおける間接金融の担当なわけです。はい、それに対して投資銀行というのは直接金融に担当している銀行ということですよね。だから投資家というお金に余裕がある人たちに直接お金を出してもらう、要するに中間で何かですね、銀行とかを挟まないで直接出してもらうといった時の、その直接金融の支援をする銀行というのが投資銀行ということです。はい、だから投資家から企業に直接お金を出してもらう、だからつまり株式市場に例えば上場するのを支援するのが投資銀行だったり、もしくは上場しなかったとしても、例えば M&A っていう形態で合併買収ということで、例えば資金調達をする、その M&A の例えば仲介支援とかですね、もしくはコンサル的に助言を行ったりとか、そういう企業のですね、どっちかって言ったら株式に関係する、株を売って資金を調達するっていう直接金融に携わっている業務が投資銀行業務なんですよね。で、それを行っているのが投資銀行ということです。はい、で、日本で投資銀行という言葉は実際はないんですけど、インベストメントバンクですよね。なんですけど、日本の場合は証券会社がですね、証券会社が投資銀行業務っていうのをやってる場合が多いということです。だから野村とか大和とか SBI とかですね、が結局投資銀行業務っていうのをやってる場合が多いわけですけど、投資銀行っていうのは、はっきり言ったらその証券の仲介っていうよりは M&A の支援とか、もしくは上場の支援とか、そういう直接企業にとっての直接金融の支援を行っている銀行を投資銀行、インベストメントバンクというふうに言っています。はい、これがモルガン・スタンレーの方に分割されたということですよね。だからもともとは一つ、 JP モルガン&カンパニーという一つの会社だったわけですけど、商業銀行、いわゆる普通銀行の JP モルガンと、今度は企業の直接金融を支援する投資銀行モルガン・スタンレーに分割されましたということです。はい、で、このモルガン・スタンレーと JP モルガンっていうのは今もう全く別会社です。要するにお金資本の関係は全くないということですよね。もともと母体は一緒だったわけですけど、今は完全別会社というふうになっています。はい、そして日本の三菱 UFJ が結局 20% 出資しているのがモルガン・スタンレーの方ですね。今回の企業の方ではなくて、モルガン・スタンレーの方に三菱 UFJ は 20% 出資していて、モルガン・スタンレーは三菱 UFJ の持ち分適用会社というふうになってますということです。はい、ただ
今回やってる JP モルガンとモルガンスタンレーは、まあ、現在のところはもう全く資本関係がない別会社になっているということですね。はい。で、まあ、今回は JP モルガンやってるんですけれども、まあ、JP モルガンはその後ですね、まあ、チェースマンハッタンという、まあ、銀行と経営統合したことによって、まあ、現在の JP モルガンチェースになっているということですね。はい。なおですね、まあ、現在の JP モルガンチェースはですね、まあ、組織構造としては、まず親会社が、まあ、JP モルガンチェース、つまり持ち株会社ということです。株を持っている持ち株会社ということですね。だから、まあ、日本で言えば、例えば三菱 UFJ フィナンシャルグループとかと同じです。はい。三菱 UFJ フィナンシャルグループっていうのは事業をやってないですよね。事業をやってるのは子会社の三菱 UFJ、三菱 UFJ 銀行とか、三菱 UFJ 信託銀行とかですね。まあ、そういう子会社が事業をやってて、親会社は基本的に株を持っているということになるわけですよね。で、それはもう今回の JP モルガンチェースも同じで、JP モルガンチェースも持ち株会社です。はい。じゃあ、どの株を持ってるかって言ったら、JP モルガンっていう会社の株を持っていたり、チェースの株を持っていたりするということですね。だから JP モルガンチェースっていうのは、経営統合したんですけど、まあ、銀行の名前、ブランドとしては別々で、まあ、現在も存続しているということです。はい。またですね、まあ、JP モルガンチェースっていう持ち株会社で見たときに、まあ、4事業でですね、まあ、結局事業報告が行われてるんですけれども、まあ、大きく分けると、チェースがやってる事業と JP モルガンがやってる事業ということになります。はい。で、チェースがやってる方は、米国の個人向けですよね。だからまあはっきり言ったら住宅ローンっていうのがまあメインの商品ということになります。個人の預金者からお金を預かって、で、お金があるんで余ってるお金を住宅ローンということで個人に貸すというのがまあ事業ですよね。あとはまあ例えば日本のまあ例えば地方銀行、地銀とかがやっているまあ地域、地元のまあ中小企業、米国の中小企業向けにお金を貸し付けるですよね。まあ例えば設備投資資金だとか運転資金とかっていうのを貸し付ける商業銀行業務ですね。これがまあ JP モルガンチェースの売上の全体の 22% というふうになっています。はい。あとはまあ JP モルガンが主にやってるということなんですけど、まあ、2番ということで、まあ、米国を含む全世界の大企業向けの商業銀行ですね。だからまあアメリカ、そしてまあそれ以外の全世界のまあ大企業に対してお金を貸し付ける。で、まあ、貸付金で利益を出すというまあ商業銀行ですね。まあ、これが JP モルガンチェースの売上の 5% ですということです。はい。そして、まあ、米国を含む全世界の富裕層向けの、まあ、信託銀行。ちょっとこれは、まあ、日本語で、信託銀行という日本語を当てたんですけど、まあ、どっちかって言ったら、こう、富裕層向けの、まあ、プライベートバンクという感じですね。まあ、一番日本に近い、日本でやってる業務に近いのは信託銀行ということになります。だから、どっちかって言ったら、お金を、まあ、残すっていうことですよね。だから、資産管理とか、資産運用とか、っていうのを行ってる、まあ、プライベートバンク業務というのが、まあ、売上の 19% ということですね。はい。そして、まあ、4番目ということで、まあ、アメリカ、米国を含む全世界の投資銀行業務ですね。いわゆる大企業とか企業にとっての資金っていうのをですね、融資じゃなくて株式という形で投資家から直接、金融市場から直接出してもらう。その支援をするということですね。だから上場支援だとか、M&A の支援だとか、もしくは助言ですよね。コンサルとか。まあ、こういった投資銀行業務というのが、売上、JP モルガンチェースの売上の 54% ということになっています。だから企業として一番大きな金額を稼いでるのは何ですかって言ったら投資銀行として稼いでるということですね。はい。なので、まあ、中国とか日本の超大手銀行ですよね。だから日本もメガバンクっていうのが、まあ、三菱 UFJ とか三井住友とかみずほとかあるわけですけれども、そういう中国にあるメガバンクとか日本にあるメガバンクに比べて、まあ、米国の JP モルガンチェースはですね、まあ、投資銀行としての売上割合っていうのが高いということです。だからどっちかって言ったら野村証券とか大和証券とかですね、まあ、そういった企業という側面が非常に強いということです。はい。だから野村証券なんだけど、でも銀行として、まあ、例えば、ですね、お金も、預金として預かってて、しかも貸し付けも、まあ、金融機関として、まあ、金融グループとしてやってるということです。まあ、一番近いのはもちろん三菱 UFJ とか三井住友とかみずほが、今回の JP モルガンチェースは一番近いんですけど、ただ、売上としては投資銀行業務が 54% なので、かなり、まあ、
まあ、そういう意味では野村とか大和みたいなそういうすごい性質を持っているのが、まあ、JP モルガン・チェースという金融機関だということです。はい、なおですね、まあ、JP モルガン・チェースはですね、まあ、全世界の銀行の、まあ、総資産ランキングですね、まあ、一番資産負債プラス資本の合計である総資産のランキングでいった場合はですね、まあ、全世界5位の金融機関ということです。はい、1位から4位っていうのは基本的には中国のですね、まあ、事実上国営銀行ということです。だから、まあ、中国政府が筆頭株主になっている4つの銀行ですよね。でそれぞれ何をに対してお金を出すかっていう、まあ、お金を出す目的が変わっているので、まあ、4つの銀行というふうになっています。中国工商銀行っていうのはどっちかって言ったら、まあ、経済発展のためにお金を貸し付けるとかですね、建設銀行だったら、まあ、例えば何か建設物を行うためにお金を貸し付けるとか、農業銀行だったら農業に関連する事業にお金を貸し付けるという形で、まあ、それぞれお金の貸し付け先の、まあ、目的によって、まあ、銀行っていうのが4大メガバンクという形になっているわけですけど、でも、まあ、筆頭株主は中国政府ということなので、まあ、事実上国営ということになります。はい、でまあ、民間としてはまあ1位ですね、まあ、全世界の中でまあ5位の企業というのが今回の JP モルガン・チェースということです。で6位がまあ日本の三菱 UFJ フィナンシャルグループというふうになっています。はい、ただしですね、まあ、全世界の今度はですね、まあ、総資産じゃなくて時価総額で言った場合っていうのはですね、まあ、全世界1位の金融機関ということです。だから中国の4大メガバンクよりも総資産は JP モルガン・チェースは小さいんですけど、時価総額で見たら1位ですということですよね。だから民間で一番総資産を持っていて、なおかつ時価総額だった場合はもう正真正銘1位の金融機関で、それが今回の JP モルガン・チェースという会社です。はい、でまあ、全てのですね、まあ、全世界にあるありとあらゆる企業の中で世界時価総額ランキング15位ということで、まあ、日本円に換算すると、まあ、現時点で 63.9 兆円ということですね。はい、まあ、11位が石油のエクソンモービル、12位がですね、まあ、医療サービス、医療保険医療サービス関連の、まあ、ユナイテッドヘルスですね。で13位が小売ウォールマートですね、スーパーです。はい、で14位がクレジットカードビザで、今回やってるのが15位ということで、まあ、金融機関銀行ですね、 JP モルガン・チェースというふうになってます。はい、じゃあちなみに他の銀行はということなんですけど、総資産で1位の、まあ、中国工商銀行に関しては時価総額だと38位というふうになってます。まあ、日本円に換算すると、まあ、約 33.9 兆円いうことですね。で日本1位のメガバンク三菱 UFJ に関しては、この動画を撮っている時点で時価総額16兆ということですから、はい、だからまあ三菱 UFJ と JP モルガン・チェースっていうのは総資産で見ると5位6位なんですけど、まあ、時価総額っていう形で見ると三菱 UFJ のまあ約4倍ですね。結局 JP モルガンの方が時価総額が高いということになってます。はい、ちなみにということで、まあ、米国の株式市場っていうのはですね、まあ、結局ニューヨークとナスダックを合計して合わせると約6400兆という、まあ、そういう市場なんですよね。でこれはまあ 全世界のですね、まあ、結局株式市場の 40% は米国ということです。だからまあ全国で投じられているお金、株式に対して投じられているお金の4割は米国に投じられているということです。でシェア 40% で6400兆円ということですよね。で日本の株式市場っていうのは約800兆円ということになります。これはまあ全世界の中のシェア 5% ということになりますので、だからまあ米国は株式市場ということで言うならば、まあ、日本の8倍大きいということです。はい、つまりですね、まあ、全世界の余裕資金っていうのがまあ米国の株式市場っていうのに投資されてますということですね。なのでまあ米国の株式市場に大きな金額っていうのが集まっていると、株式に投じられている4割は米国に投じられているということですね。ということであれば、まあ、企業の米国株式市場で資金を集めたい、資金調達をしたいという需要が大きいということです。はい、まあ、銀行からお金を借りるっていう間接金融っていうのはやっぱりこうリスクが高いものっていう、まあ、例えばいわゆるベンチャーとかですよね。まあ、結構こう最先端で、まあ、かなりこう成功確率が低いんだけど、もし成功した時はすごい大成功する
するっていうような、まあ、いわゆる最先端型のベンチャー企業とかっていうのはやっぱり銀行はなかなかお金貸してくれないわけですよね。当たり前で銀行は自分のお金を貸すんじゃなくて預金者から預かってる他人のお金を貸すわけですから、銀行にとっての負債ですよね。返してって言われたら返さないといけない負債を貸すということになるので、リスクが高いところにはお金出せないわけですよ。要するに間接金融って形で融資できないんですよね。ってなったらやっぱりこう例えばアメリカのカリフォルニア州、まあ、もしくはサンフランシスコ周辺のサンノゼですよね、シリコンバレーと呼ばれているところはやっぱりですね、やっぱり株式市場から直接リスク投資家にリスクを取ってもらってお金を出してもらう、まあ、資金調達すると、まあ、そういう需要っていうのもやっぱり大きいということです。だからまあそう最先端であって、まあ、かなり大きな大成功を狙うということであれば、じゃあどこで上場しますかって言ったらやっぱりアメリカで上場する、もしくはナスダックで上場するということになるわけですよね。なので、まあ、企業の、まあ、米国株式市場での資金調達の需要ですよね。だから銀行からの借り入れじゃなくて株式を売って直接金融で資金を調達したいっていう需要がやっぱり米国は世界で一番大きいということです。はい。ってなると、じゃあどうやったら上場できるんですかとか、もしくはどうやったら大手のですね、それこそアメリカの超大手企業に、まあ、M&A っていう形で、まあ、ある意味自分たちの会社の株っていうのを買ってもらえるのかといった時に、まあ、その上場の支援とか M&A の支援とか、もしくはそのための助言コンサルという、まあ、その米国の投資銀行業務への需要っていうのも、まあ、大きいということです。はい。だからですね、まあ、米国の、まあ、JP モルガンチェイスはですね、まあ、全世界1位の金融会社ということですよね。はい。まあ、総資産で言えば5位ですけど、まあ、時価総額は1位ということで、まあ、事実上ですね、まあ、全世界1位の金融会社が今回やってる JP モルガンチェイスということです。はい。なおですね、まあ、業績の方なんですけれども、まあ、はっきり言って順調そのものということですね。まあ、利益率がですね、まあ、横ばい、もしくは若干上昇傾向で、まあ、売上が上がってますから、売上上がってて、利益率は横ばい以上で推移しているということなので、はっきり言って業績は順調そのものということです。はい。で、まあ、特徴としてはですね、やっぱり利益率と効率性が高いということです。はい。まあ、例えばですね、まあ、純利益の額で純利益の率ですね、まあ、要するに売上に対しての純利益の割合、純利益率です。で ROE ということでリターンオンイクイティですね、自己資本利益率ということで、まあ、その企業が持っている自己資本を、まあ、どれぐらい上手に使って当期純利益を稼いでますかという、まあ、資金の効率性ですね、お金の使い方の上手さを表している指標ということになります。はい。そうした時に左側がモルガンスタン、JP モルガンチェイスですね。で右側が三菱 UFJ といった時に、純利益の額はモルガンが 7.2 兆円で三菱 UFJ が 1.1 兆円で、まあ、6.5 倍ということです。だから時価総額がですね、まあ、結局まあ三菱 UFJ の4倍以上に、まあ、JP モルガンはなってるわけですね。はい。でなんで、まあ、純利益の額っていうのはそんなに大きいのかっていうことなんですけど、はい、それはですね、まあ、まず純利益の割合ですよね。はい。だから売上の 39.7%、 つまり約4割は最終利益っていう形で残ってるということです。これ法人税まで払った後ですからね。はい。売上から原価を引いて、販管費を引いて、営業外費用を引いて、税金まで払って、39.7%、約4割は最終利益として残っているということで、まあ、めちゃくちゃ利益率が高いということです。はい。三菱 UFJ は、当期純利益率は 12% ということなので、この利益率でもう 3.3 倍差がついているということですね。はい。でまあ、ROE、リターンオンイクイティということで、自己資本利益率、まあ、資金の効率性で見たときも、まあ、モルガンが 16.4、三菱 UFJ が 6.5 ですので、まあ、資金の効率性も 2.5 倍、JP モルガンチェイスの方が高いということです。まあ、一番突出するのは、やっぱり当期純利益の割合 39.7% ですね。まあ、最終利益の4割が、まあ、売上の4割は最終利益として残っているというのが非常に大きな特徴としてあります。はい。結果ですね、まあ、利益剰余金ですよね。まあ、結局 JP モルガンチェイスっていう会社が、まあ、年々、まあ、会社経営続けていって、どれだけですね、まあ、利益っていうのを過去からずっと積み上げ続けてますかっていう、この利益の合計金額、利益剰余金も、まあ、右肩上がりということです。はい。ではですね、まあ、今後はっていうことなんですけど、まあ、今後を考える上での最大要因っていうのは、何と言ってもですね、やっぱ米国の急激な利上げということが言えます。はい。すなわちですね、
ね、まあ、金利の利上げっていうのは、まあ、ほぼほぼですね、ほぼほぼ債券の価値の下落っていうのを意味してますということですよね。まあ、限りなく 100% に近い 99.99%、まあ、金利が引き上げられると債券の価値っていうのはまあ下落するっていうふうに普通は考えるんですね。で、実際それが起きてるということです。はい。なんでかっていうと、まあ、理由はいくつかあるんですけど、一番はですね、やっぱりこう投資家は現預金として持ち続けるか、それとも債券として投資するかっていうふうに二択っていうふうに考えたときに、はっきり言ったら一長一短なわけですよ。現預金として持ってますっていうのと、債券でに投資して債券として運用しますっていうのは一長一短なんですよね。で、現預金っていうのはプラスは流動性です。だから結局交換の道具として現預金ほど便利なものはないわけですよ。お金って何ですか？交換の道具です。だからお金持ってればどんな商品どんなサービスとでも交換することができるわけですよね。だから交換の道具としては最高なのが現預金ということになるわけです。はい。だから流動性は抜群なんですよね。で、それは現預金の最大メリットということになります。じゃあ現預金のデメリットって何ですかって言ったら、増えないっていうことですよね。日本は一番分かりやすいですけど、日本で円で現預金してても全然10年経っても30年経っても全然増えないですよね。だから、まあ、結局増えないということになるわけです。つまり保存の道具としてははっきり言って、まあ、現預金っていうのは賢い選択肢じゃないということです。交換の道具としては便利だけど、保存の道具としては、まあ、どれだけ10年20年30年どれだけ現預金をし続けたとしてもお金全然増えませんよねっていうのが現預金のデメリットということですよね。で、債券っていうのはその裏返しということになるわけです。で、現預金のメリットが債券のデメリットですよね。で、現預金のデメリットが債券のメリットということになるわけです。で、債券の場合は増えるわけですよ。現預金に比べれば、普通常識的に考えて。要するに、まあ私のお金なんだけど、あなたが使っていいですよと。例えば2年間はあなたが使っていいですよとか、5年間はあなたが使っていいですよとか、10年間はあなたが使っていいですよということで、まあ、結局自分のお金なんだけど、相手の人に使ってもらっていいですよと。その代わり、金利をつけてきっちり元本を返してください。ないねっていうことですよね。だからまあ結局債券で運用するっていうのは、まあ結局金利分お金を増やしたいという、まあ、そういう手段なわけですよ。で、これは現預金だったら増えないけど、債券だったらまあ例えば 2% とか 3% とか 5% とかっていうのをまあ増やすっていうのがまあメリットということですよね。だから保存の道具としては債券の方が保存してれば、その分まあ例えば金利分はお金を増やすっていうことができますということです。で、対して逆に債券っていうのはもう人にお金貸しちゃってますから、だから自分のお金とはいえ、自分でお金を交換の道具として自由に使えないですよね。だから流動性を失ってしまうわけです。はい。だから現預金と債券っていうのは基本的には裏表っていうか、長所と短所が逆になっているということですよね。ところが金利が、まあ、例えば現預金のですよ。現預金の金利が上がりましたということで、例えば現預金の金利が 5% になりましたと。だって急にですよ。急に 5% に引き上げられましたと。って言ったら、現預金でいつでも商品サービスと交換できる現預金で銀行預金してたら1年で 5% 増えると言った時に、じゃあ債券だったら 3% しか増えませんとかって言ったら、これもう不債券っていうのは、まあ、馬鹿げてる金融商品になるわけですよね。なんで自分のお金を貸してあげてるのに現預金よりお金が逆に増えないんだと。で、現預金だったら 5% 増える、債券だったら 3% しか増えないっていうんだったら、だったら債券なんて、ね、買うの愚かだということになるわけですよね。だから債券の価値っていうのが下がっちゃうわけです。はい。だから結局債券を保有してると結局含み損っていうのが発生する。これが金利の利上げがほぼほぼそのまま債券の価値を下落させる。要するに債券の価値も下がるし、需要ですよね。債券買いたいっていう需要も下がっちゃうということです。はい。で、これがまあはっきり言ったら起きましたということですよね。で、そうすると、まあ、地方銀行っていうのは、基本的には、まあ、貸し付けと、まあ、有価証券の運用と、まあ、二つやってるわけですけど、そのうちの有価証券の運用の方ですよね。債券の方で、ものすごい運用損というのが出たということです。だから、債券っていうのをすごいたくさん持ってたわけですけれども、その債券の価値っていうのが大きく下落したということになった時に、まあ、時価評価したらですね、まあ、大きな含み損っていうのが発生したということですよね。まあ、それによって、まあ、結局、アメリカの米国の中堅銀行っていう
ていうのが、まあ、現時点で3行は破綻したということです。まあ、そのうち一番大きなニュースになったのはシリコンバレー銀行ということですよね。シリコンバレー銀行が破綻して、まあ、その後2行も破綻して、まあ、合計3行破綻しましたということですね。はい、そして、まあ、それは結局米国の金融業界、銀行業界には何を意味してたかっていうことなんですけど、大手銀行にとってさらに有利な環境になったということです。要するに中堅中小が破綻したと言った時に、逆に JP モルガンチェイスっていうのは米国1位だし、もっと言うならば全世界1位の銀行なわけですよ。ってなった時に、その大手銀行にとってさらに有利な環境になりましたということです。なんでですかって言ったら、まあ、大きく理由は2つあるんですけど、1つはヨラは体重の影っていう考え方は日本だけじゃなくて全世界共通ということですよね。はい、中堅が潰れたということであれば、やっぱり大手の方が安心だよねということです。はい、だから、まあ、例えば預金者がお金を預けるって言った時に、中堅が潰れたと、経営破綻したと言った時に、じゃあ大事なお金どこに預けた方がいいんだ、やっぱり大きいところの方が安心だよねというのは、日本だけじゃなくて米国とか全世界基本的には共通の考えということです。だから預金者のお金とかっていうのがより大手に集まりやすくなってるということですね。これがヨラバ退治の影ということです。はい、でもう一つはやっぱ中堅中小っていうのが、まあ、結局経営体力が弱いということであったら、まあ、逆に中堅中小の、まあ、危機ピンチというのはですね、大手にとってはチャンスということですよね。ピンチはチャンスって言った時に、中堅中小のピンチは大手にとってチャンスなわけですよ。はい、実際 JP モルガンチェイスっていうのはもともと米国1位の金融機関じゃなかったんですよね。バンクオブアメリカ、バンカメの方が大きかったんで、大きかったんですよね、もともとは。ですけど結局 JP モルガンチェイスは、例えば直近だったら2008年のリーマンショックとかでですね、まあ、結局危なくなった銀行とかっていうのを、例えば当時の米国6位の銀行とかっていうのは M&A 合併買収で買収して、まあ、そういったことを繰り返して M&A によって最終的にはバンクオブアメリカ、バンカメを抜いてアメリカ1位、全世界1位の金融機関になってるんですよね。でそれってやっぱり中堅とか中小が、まあ、危機とかピンチになった時が、まあ、逆に大手にとっては割安で買うことができるチャンスなわけですよ。例えばそのスイスの UBS がですね、クレディスイスっていうのを、まあ、結局救済買収しましたけど、まあ、結局そういったことっていうのは起きるわけですよね。クレディスイスっていうのは2年連続赤字だったんで、まあ、預金流出っていうのが起きていて危なかったわけですけど、まあ、それは結局もう経営危機って言った時にですね、まあ、結局その UBS はですね、クレディスイスっていうのをまあかなり安い割安で結局買収することができたということですよね。まあ、これはもうアメリカも全く同じ環境ということで、まあ、中堅中小が厳しくなればなるだけ大手はですね、まあ、普通だったら買えない金額で割安で結局 M&A 合併買収することができるという、まあ、そういう機会チャンスになっているということです。はい、であればですね、まあ、JP モルガンチェイスは、まあ、過去実績以上の利益っていうのを、まあ、今後も稼ぎ続ける可能性が高いということですよね。だからまあ銀行っていうのはあんまりこうですね、まあ、これからどんどんまあ成長するっていうような、まあ、そういう例えば AI 人工知能とか、もしくはそのブロックチェーンとか、もしくはメタバースとか、まあ、そういうこうなんか最先端向けではないので、まあ、もうずっとですね200年ぐらいやってる事業なので銀行っていうのは、だからなんかこれからどんどん成長するっていうイメージはないわけですけど、だからといって衰退する要素はどこにもないということですよね。はい、まあ、明らかにまあ米国1位であり全世界1位の JP モルガンチェイスは、まあ、過去稼いでいた以上の利益っていうのを今後も稼ぎ続ける可能性が高いというふうに分析しています。はい、以上、まあ、JP モルガンチェイスをまとめていくと、はい、まず強みとしてはまず投資銀行業務ですよね。だからこれ中国の銀行とか日本の銀行に比べて、アメリカの JP モルガンチェイスは投資銀行、直接金融の支援、上場支援とか M&A 支援とか、もうこういう投資銀行業務が非常に強いということです。売上の 54% はこっちで稼いでますということですね。はい、で、まあ、米国1位で事実上、まあ、時価総額で見たときに世界1位の企業になっているということです。はい、で機会チャンスとしては金利の利上げですよね。まあ、これはもしお金を貸し付けるって言った時に高い金利で貸せるっていうこともありますし、まあ、今回であれば、まあ、投資銀行業務っていうことに関連すると JP モルガンチェイスにとって非常にまあ割安で、まあ、いろんな会社、いろんな企業をまあ買収する、まあ、特に同じ金融機関、銀行関連をまあ買収する M&A に非常に好環境
況に今なっているということです。はい、であれば、まあ、衰退する要素っていうのはどこにも見当たらないので、まあ、今後実績以上のですね、まあ、過去の実績以上の、まあ、当期純利益っていうのを今後も稼ぎ続ける可能性が高いというふうに分析しています。はい、であればですね、まあ、JP モルガンチェイス利益創出能力から見積もれる企業価値はいくらになるかということなんですけれども、 72.3 兆円になるということですね。はい、では株式市場の評価である JP モルガンチェイス時価総額はいくらで評価されているかということですが、はい、63.9 兆円で評価されてますということです。はい、すなわちですね、まあ、企業価値 72.3 兆円に対して時価総額 63.9 兆円の評価なので、はい、割安ということですね。価値に比べて時価が安いということです。はい、株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、JP モルガンチェイス今後の株価はですね、2万1577円が2万4425円に上がるというふうに予想します。はい、ちなみにですね、まあ、米ドル表記で言うならば145ドルが164ドルに上がるという予想になります。はい、ということで今回は JP モルガンチェイス株価どうなるというテーマでやってきたんですけれども、結論は上がるというのは今回の結論です。そして最後に大事なお知らせを3点させてください。1点目ですけれども、白坂のメルマガ登録特典ということをですね、はい、株式投資で資産を10倍にする方法など特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目ですけれども、まあ、EV 戦争の覇者という、まあ、動画ですね。はい、こちらに関しては広告案件ということになります。今来ている大波 EV 電気自動車に関連して EV 戦争の覇者という価値の高い動画講義をですね、まあ、無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。3点目です。AI 革命 2.0 ということで広告案件です。これから来る大いに期待されている AI に関連して AI 革命 2.0 という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう